皆さんこんにちは、ケンです。今日は私の新しい愛車を紹介したいと思います。第10世代新型 TCR になります。3年前にですね、 TCR のレビュー動画出してるんですけども、絶賛したので試乗もすることもなく即購入いたしました。アドバンスドKOM っていうモデル、一番お手頃な価格のものになるんですけど、その中で白とか緑とか赤、黒っていうのにあったんですけど、この白だけ、これ映像では伝わらないかもしれませんが、白っていうよりもうアイボリーに近いです。ちょっと黄色がかかってる感じで、アイボリーに近くて、でかつ見る角度によってここに線が、青い線が入って、もう全然伝わらないと思うんですけど、最初はもう黒買うかっていう感じだったんですけど、白にしました。このフレームのカラーが気に入ってこのモデルを買ったっていうような形ですね。一番お手頃価格の33万円で買えるようなモデルになっておりまして、105の12速が、ついてきます。であとはカーボンシートポストがついてきて、ジャイアントのサドル、ステムとハンドルアルミのやつがついてきました。でホイールも、ジャイアントのアルミのホイールがついてきて、最初からチューブレス仕様となってました。もうシーラント入れれば OK みたいな感じの仕様でした。金銭感覚バグっちゃってるんですけど、今時のロードバイクにしては33万安くて、進む自転車かなっていう印象です。ミドルグレードのアドバンスドプロとの違いはフォークの違いだそうです。フォークの素材の違いだけで、本体のフレームはから一緒だそうです。フレーム合成とか軽量化も実現してるそうです。でかつ、一番私がいいなと思ったのは、フレームフル内装の、これ見てわかるように意外と初めてフル内装のフレーム手に入れたんですけど、もう見た目すっきりしててめちゃくちゃいいですよね。ただね、ここだけね、ケーブルがステムのところから出てるって感じですね。あとはここに4本ケーブルが、ケーブルや、ホースが入ってるっていうの仕様です。組み立ても自分でやったんですけど、こういう風な専用のコラムスペーサーと専用のハンドルを使わないとどうも使えそうにはないです。で選択肢としては、このステム自体はカーボンにグレードアップできるんですけど、確か4万円台後半したので、ここはアルミのままでいいかなっていう感じですね。完成車の乗り心地とか乗り味どんな感じかっていうと、2台目のロードバイクとかカーボンのグラベルロードからプラスでこれを追加するってなった時に、完成車の仕様ではそこまで感動しないです。踏んだ時にちょっとふにゃってするような感覚ですね。ちょっと足に優しいような仕様でした。これコンポとかパーツの違いだと思うんですけど、クランクがデュラエースだったりとか、あとは BB がですね、これ一回分解してみたんですけど、 GRX グレードの、2000ぐらいの BB、 シマノの BB がついてたんですけど、あとは今変えてますけども、ホイールを変えるとミドルグレードに近づいた反応がいいようなロードバイクになると思います。ただ最初のロードバイクとしてはめちゃくちゃいいとは思うんですよね。感動するレベルだと思うんですよね。ロードバイクのカスタムとか、カスタムすることによって速くなるってことを知ってる方にとってはちょっと物足りない仕様かと思います。ハイエンドはですね、もう完成しきってるかつレース向けのものがほとんどなので、それを買うっていうことに楽しさっていうのがそんななくてですね、例えばこういうふうなエントリーグレードだったりとかミドルグレードを買って自分仕様にカスタムするっていうのが、趣味の一つでもあります。もちろん走るのも好きなんですけど、それと同じぐらいカスタムするのが好きなんですね。でこの TCR に合わせた今セッティングをしてるんですけど、ホイールですね、ホイール手組みです。手組みでしたやつで、マビックのオープンプロっていうやつと、ホワイトインダストリーズですね、これの、コルトハブ、これを買って14番スポークに、アッセンブルしてるって感じですね。速く走れなくていいんです。乗り心地を重視したいっていうことで、パナレーサーのアジリストデューロ、30C チューブレス化して乗っております。反応よくかつ長距離走れるような仕様にしたいなっていうことで、今このホイールとタイヤを設定してるんですけども、クリテリウムとかヒルクライムレースとかもう出ないですけど、に対してはこの私の作った手組みホイールっていうのは全然向いてなくて、ジュラエースの C36 とかそこら辺入った方がいいんじゃないかなって思ってます。サドルはですね、ジャイアントのサドル全然良かったんですけど、ちょっと硬めでショートノーズですねの穴あきサドルに変更してます。
でこれ新しいハンドルなんですけど 3T のエアローハンドルでかつフレアな形状なので、グラベルの、3T の一番ハイエンドのモデルの、ハンドルを装着してます。こういう目線はこういう感じで外に広がってますよね。でかつこう、まあ、今時の流行りですよね、ちょっとハの字になってるような仕様になってます。これね、今カスタムしたのは正直そこぐらいで、まあ、105の12速全然十分すぎますし、特にですね困ったことはないので今このまま使い続けてます。あで新型105の変速性能なんですけど、まあ、今新型の GRX とまあほぼもうリアディレイラーの形状とかも全然全部似てるんですけど、まあほぼ一緒な感じで、11速よりは変速スピードは若干上がってるかなっていう感じですけど、まあ、なので12速はやっぱり進化はしてるなっていう感じはしました。で調整もそんな難しくなかったですね。あとはねクランクと BB はちょっとどうしても変えたいかなっていうのがあるので、全部乾燥するのではなくてまず105のクランクをデュラ S にしたりとか BB を変えたりとかして少しでも楽になるような仕様にしたいかなと思います。最後なんですけど、私175センチ身長があって適正が M と S なんですね。で M は171ぐらいからで S は165から175までなんですけど S サイズにしてます。 S サイズにした理由っていうのが、このクランク調ですね。クランク調が S サイズだと170ミリになります。でM サイズだと 172.5 でかつステムの長さも違いますし、まあ、S サイズの方が多分乗りやすいと思ったので、まあ、今回 S サイズに選びました。はい、というわけで TCR の紹介でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。